なんと六星剣のうちすでに五つの星がこの地に散った。ケンシロウ、残る一星ともいずれは戦わねばならぬ時が来るだろう。それが北斗神拳伝承者の宿命。そして私も己の宿命に生きよう。北斗神拳は一子相伝、あの男の剣を封じなければならない。時、我が生涯の敵、その名はラオウ。その名はラオウ。ラオウ、ラオウ、ラオウの剣、それを誰かが封じねばならぬ。ねえ、水を持ってこい。よい。トキ、急がねばなるまい。ラオウを倒すことは北斗の掟。剣、ケンシロウ、この私の病んだ体では復活したラオウを倒せぬというのか。よかろう、その目で確かめるがよい。私の病が剣をも蝕んでいるかを。相手の剣に倒れようとも相手を恨まず、悔いを残さず天に帰るという誓いの方。ケンシロウ、お前と戦うのはおそらくこれが最後である。剣法家として、男として一度戦ってみたかった相手、北斗神拳伝承者の剣、存分に味わおう。トキ、俺は惹かれ追い続けた。北斗2000年の歴史の中で最も華麗な技を持つ男。見事だ、ケンシロウ、伝承者の剣確かに味わった。トキ、もし病に侵されていなければ、お前と互角に戦えたのは宿命の持つ力、今倒れてはならぬという宿命がこの病んだ体をも突き動かしているのだ。私には逃れ得ぬ宿命がある。ケンシロウ、この魂はお前に残そう。そしてこの肉体は魔王との死闘に捨てよう。北斗の掟は俺が守る。俺が魔王を倒す。いや、私にはどうしてもあの男、魔王を倒さねばならぬ理由があるのだ。私と魔王だけが知っている宿命が。教えてくれ、その宿命とは。時、市長生、私の死期は近い。ならば私も一人の剣士としてこの生を全うしよう。